はい、こんにちは。勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、ライダー変身ベルトシリーズ仮面ライダーバイソレアということで、はい、バンダイ2005年に再販されたものですね。再販というか、まあライダー変身ベルトシリーズでは初。そして定価は2500円、安い。やっぱレジェンドライダーベルトシリーズもそうでしたけども、大体2500円をベースに作っておりますよね。そしてセット内容はこちら、ダブルタイフン本体、ベルト右左とカードが1枚ということで、説明書はなくて、こちらの方にもう説明書きがされております。このシリーズはですね、ここパカッと開けると、はい、じゃん、書いてあるんです。続々登場、ライダー変身ベルトシリーズ、仮面ライダー V3 が別売りですということで、仮面ライダー1号、そして仮面ライダークーガーアギトということで、やっぱ平成初期の2個と一番メインの1号、そしてこの V3 がラインナップされたということで、迫力の変身音が鳴る、サウンドに合わせて光る、ダブルタイフンが回るということで書いてあります。単4が2本使用ということで、それではちょっと取り出してみましょう。パカッと。こんな感じですね。はい。これがカードです。僕もね、これね、マンだらけで中古で買ったので、ちょっと状態はね、普通に、まあ、僕的には普通かなと思ったので買いましたけども、すごい安かったですね。そしてこちら、こっちか。こっちから取り出すのか。パカッと取り出して、その下ですね。こちらにベルトが2つ入っております。それではちょっと本体見ていきましょう。これはシールは最初からついてたみたいですね。両サイド、こちら、シールがついております。シールになっております。そして本体、かなり綺麗に作られてます。本当にこれはやっぱりレインボー造形とかの本物を見たらもっと興奮するとは思うんですけども、かなり出来いいと思います。このダブルタイフンが実際なんて多分これですもんね。これですから、かなりやっぱ忠実に再現されていると思います。それではベルトに、これは、ちょっと、どさくていっか。それでは、単4の電池も入ってますので、電源をこちらでオン。ん？なんか聞いたことありますよね。なんか聞いたことありますね。てか、チュイーン。てるてるてる、てて、スタンディバイ、チュイーン、チュイーン、チュイーンって感じですよね。やっぱ、使い回し多いですよね、結構。ということで、この音が鳴って、LED がこちら2つ光ります。はい。バンダイ2005。スピーカーはこちらですね。上についてあります。それでは、レバーを回してみましょう。いきます。以上です。以上です。こんな感じですね。レバーを押して離すとタイフーンが回ります。ですので、タイミングを見計らって、ちょっと遅かったですね。あ、これベストですね。トゥキューンっつって離すのがいいみたいです。はい。やっぱりこれはね、変身音しかならないですけども、貴重なアイテムですよ、本当に。変身シーンできますからね。ちょっと、やって。はい。ということで、V3 の変身シーンもやってみたいですし、仮面ライダー1号の変身シーンも当然やってみたいと思っております。ですがね、皆さん、夏です、今。本当に夏で、ここの部屋本当に暑い時だと35度。この前も言いましたけども、35度、40度って本当に超えますから、マジで蒸し風呂状態なので、長袖長ズボンとか、革とかね、特にね、革製のものとか着てるとマジで死ぬかと思います。ですので、なるべく夏はね、変身シーンやりたくないんで、以前ね、全部の変身シーン集とか作ったんですけども、はい。まあ、なるべくね、涼しい時はやるようにします。はい。ですが、あんまりこう、急かさないでください。はい。ということで、今日ご紹介したのは、ライダー変身ベルトシリーズ、仮面ライダーボイスレアでした。チャンネル登録、強化の方もお願いします。では、また明日。